高松市池田町に整備される施設は木造平屋建てで延べ床面積はおよそ450平方メートルです。保護した犬20匹、猫30匹を新たな飼い主が見つかるまで収容することができます。来年年1月月月にに着工し、2026 2月から3月中旬に完成予定です。 高松市によりますと、2022年度に保護された犬は209匹、猫は355匹で、そのうち犬はおよそ4割、猫はおよそ6割を殺処分したということです。殺処分の数は全国の中核市で、犬はワースト1位、猫はワースト2位です。高松市は整備費として、6月定例市議会におよそ2億円を計上するほか、 来年度の債務負担行為に3億円余りを設定しますこの整備費に関して高松市はクラウドファンディングを2021年からしていてこれまでにおよそ3700万円が集まっているということです。